テルエモンキャドルーム X デザインでソリッドワークスの CSWA 試験サンプル問題アセンブリ再チャレンジしてみたよ。ご注意、テルエモンキャドルームはテルエモンが気まぐれにキャド操作している様子をあまり編集せずに動画アップしていくチャンネルです。音声は入れてますが、テキスト、文字にはせずにアップしています。途中でグダグダになっている場合もありますが、ご了承くださいませ。それでは最後までどうぞお楽しみください。テルエモンです。今日なんですけども、X デザインを使ってですね、こちら右側にありますソリッドワークスの CSWA 認定試験のサンプル問題の質問後に再チャレンジをしていきたいと思います。こちらですね。今のところ予定としてはこの一番最初にチャレンジした動画をアップしたと同時にこの動画もアップしようと思うんですけども、その一番最初にチャレンジした時の動画がですね、1時間ぐらいになってまして、いろいろ試行錯誤をしながらですね、結構お見苦しい動画、まあ本当にグダグダした動画になっているので、ちょっとあまりにもそれをちょっとお見せするのをお見せするので、ありのままを見せるのでいいかなと思ったんですけれども、やっぱりこう、操作感を見たい方からすると、ちょっとこう、お見苦しい動画になっているので、そういった方はこちらの今からやる再チャレンジ動画をちょっと見ていただくような形にしようかなと思いまして、今この動画をちょっと撮り始めております。では早速新規構成部品からですね、やっていきたいと思います。ちなみに、最初に行った、ものはですね、昨日の夜やってまして、で、一回寝ましてですね、今日朝起きて、ちょっとまた動画撮ろうかなと思って、今撮り始めております。では、こちらで作成してやっていきたいと思います。そうですね、そしたらですね、まずはこの中で部品を作成していきたいと思いますので、新しい構成部品を挿入から、ベースですよね、ベース。しまして、OK。今、こちらの編集状態になっている状態で。ですね、こちらの平面ですね。こちらの平面にスケッチしていきたいと思います。でですね、四角を描きまして、で、66ですね。この今、左下のところでやっていっています。で、今、座標の向き、注意してたんですが、この左下の、こちらに合わせていってます。で、T ボタンで寸法に切り替えまして、こちら寸法入れていきます。で、これ100ミリ押し出した形ですね。ちょっと、ま、昨日の夜一回作ってましたので、だいたいもう、作り方は、イメージできているという形ですね。で、反対方向。ここ基準になりますので、100ミリで OK ですね。こういう状態ですね。今、向きここですね。ここが原点になっていると。で、下マイナス Y、こちらの左側もマイナス X になっているので、プラスでいきますと、こういった形になりますよね。まあ、座標見やすいように、こちら、マイナスの方で書いてるんだと思うんですね。この形状ない方にですね。はい。で、今回最初は平面作成で、ちょっと今回ですね、半分作ってミラーしていきたいと思いますので、先にちょっとカットする前に平面を作っておきたいと思います。この平面コマンドで、面と面クリックしますと、そのちょうど中間のところに平面ができますので、こちらでやっていきたいと思います。まず。でこちら面にスケッチして、この左側の切り欠きの部分をやっていきたいと思います。で、D で寸法入れていきます。キーボード D で寸法コマンドに切り替わりますので、ここで24ですかね。で、こちらからも24。よいしょ。で、24。で、ここ6ミリですかね。で、ちょっと青いんですけど、これをドラッグしますと、横についちゃうんですね。この線と、この線をコントロールキーを押しながら開きまして、
ドイツ線上の法則をちょっと追加します。で、OK ですね。で、これで一回押し出してからコピーし、反対側コピーしていきたいと思います。で、こちら一方向貫通で OK ですね。で、これをミラーしていきますね。ミラーで、こちら先ほど作った平面ですね。で、フィーチャーもミラーしていくという形で、こちら今切り替えた目、まあ、お知らせカットですね。2をミラーコピーしていきます。はい。で、続いて下のところですね。この下のところのカットを作っていきます。中心線を先に。ここでいいかな。なんか三角が出てくるはずなんです。こうですね。三角が出てくるはずなんです。よいしょ。中間点とかですね。でも、サクルジオメトリにしておきまして、ちょっと台形を変えていきます。ざっくりと。こうですね。それ先に対称高速つけていきますね。こちらと、こちらと、こちら。三つ、この時押しながらやりまして、対称。で、ここ、ずれますかね。まだすみません。うまく高速がついてないので、こちらとこちらが同一線上。はい。で、キーボード D で3分に私切り替えまして、40。で、こちらとこちらの距離。下の距離が20。で、こちらの角度が50度ですね。はい。で、スケッチ色しまして、フィーチャーの押し出しで、こちらの面を選びまして、超高感度のカット。で、OK。で、こちらをミラーで、こちらの平面ですね。で、フィーチャーミラーで、で、OK ですね。はい。こちら、そのベースで部品の作成は完成になるかなと思います。で、1回目作った動画もですね、ここまではチューンちゃったんですね。で、ここから、そうですね。一回まずこの CSW 質問5の2をダブルクリックして、こちらの状態にしまして、新規。新しい構成要素を、構成部品を挿入にして、で、ここからこのヨークを作っていくと、ヨーク。2にしてもいいのかな。でも名前2にしなくても、わからないのかな。ヨークで OK。で、これクリックすると、違う。で、すみません。一回これ CSW 質問5の2をダブルクリックして、で、ヨークをクリックすると、なんか自由にこう動く状態ですね、今。で、これから、ここの面とここの面の距離が100ミリ、あ、すみません。60になっているので、ここでアセンブリのこのガッチで、この面と、この面。あ、ちゃんとここ出てきましたね。ガッチのここのメニューが。昨日の夜はこれ出てこなかったんですよね。なんでだと思ってたんですけど。で、距離にして、これで、昨日もやって出てくれば何も出なかった。これ距離60。すみません。反対ですね。方向反転。マイナス60かな、そして。マイナス60ですね。はい。で、続いてガッチで、ここの、何だったんですかね。昨日なんでできなかったの？コントロールキーを押しながらやるとできてたんですけども、このガッチコマンドから行かなくてですね。なんでだったつもりだったんですけど。で、ここの面と、ここの面を、まあ、この平面上で合わせちゃってですね。で、OKボタンですね。で、このヨークをダブルクリックして、このヨークの編集画面に入りまして、で、この面を基準にですね、もう、位置はもう合ってる状態で、ここで部品作成をしていきたいと思います。これで、一回ですね、スケッチの、
エンティティ変換でこの辺は、よいしょ、取っていきますね、線。この辺は使っていきますので、まあ、こっちと地道に取っていきたいと思います。こちら。こちらもですね、反対側も同じように。半分作ってコピーするところもありますけど、今回は一気に作っていきたいと思います。はい。でですね、こちらが、オフセットでもいいのかな？ちょっとオフセットで作ろうかな。オフセットで、この線を、マイナス10ですかね。オフセットの距離を短くし、オフセットの失敗？マイナス10。オフセット、あ、全部にしてるからか。よいしょ、すみません。チェーン選択で、この今、中止した線全部になっていったので、ここですね。はい。で、こちら、延長またはトリムなんですけども、延長にどう切り替えるんだろうな。これクリックすると消しちゃうんですけど、ここ延長してここ、取りたいなと思ったんですけども、これをここに延長するとできるんですか？延長とトリムのコマンドが一緒になってるんですけども、このマウスカーソル、これなんだ。いや、すみません、今回あまりこうグダグダした動画にしたくないなと思っているので、チェーン選択値書いてますね。はい。で、こっちもドラッグで伸ばしちゃいますね。で、こう、あ、そうそう、ここでトリム延長で、こう消えるだけですね。どうもこのコマンドの延長の仕方が、トリム及び延長しますで、消えちゃうだけですね。これ、なんかメッセージ出てきますか？以前今鳥みたいなマークになっちゃってるので、ここからかな。ちょっと延長に切り替え方がちょっとわからないなって今状況ですね。ただあんまりつなぎもしてグダグダした動画にしたくないので、ちょっと今回はこのままやっちゃいます。変換これ消えてますね。前回の動画でも起きたんですけど、ちょっとこれ私が消してるのか、どういうことなんだろうなと思ってるんですけども。なんかちょっと足して書いちゃいますね、今回。はい。で、こちらはまあこうなるわけですけども、徐々にですね。で、ちょっと円を書いていきますね。R36 と R24。ちょっと一回ざっくりと。一回これでも R36 なんですけども、36×2 ということで、直径で今回入れちゃいます。で、24×2。で、このサイズ感を見ながら線を描いていくと。で、こことここをつなぐと。これ前回エラーこれ起きたんですけど、こっちから描いた方がいいかな。まあ大丈夫ですね。それでトリムでこの激しく消すと。
これと、ここかな。これをちょっと一致させますか。違います。あれ？こちらと、こちら。こっちか。こいつにちょっと似てるアイコンでした。で、すいません。トリムコマンドで、ちょっと笛の部分をちょっと消していきますね。ここですかね。こちら、こちら。幾何法則がこう外れるんですよね。トリムするとですね。ここの直径は残ってますけど、これ円の大きさ。わあ、崩れちゃってるなぁ。しょうがない。こういう時はもう、またつけるしかないですよね。R36。で、円の中心がずれちゃってるので、ここと、ここの原点を合わせますと。そうですね、こちらとこちらの原点を合わせます。こちらとこちらの線が同一線上。はい、前回でちょっとすみません書けましたね。これですみません、スケッチを終了しまして、おフィーチャーの押し出しで20mm ですかね。あ、20mm、すみません、ちょっと待ってください。ちょっとこのスケッチ編集でこのここの部分作ってるの、作るの忘れてましたね。こちらちょっと入れまして、こちらは、作戦ですね、しておいて、ちょっとこちらですね、ちょっとこんな感じで書いておいて、対象構造ですね、こちらと、こちらと、こちら、対象。寸法でこちらの部分が24ですかね。で、高さが80ですかね、80。こちらと、ここの底の部分が、あ、でも同じ現象起きてますね。ここのエッジ、変化の部分が消えるという。まあ、私が忘れてるのが悪いんですけれども、ここのですね、ここの、ここの部分ですね。ちょっともう一回され取りなそうなんです。一回ここ取りましちゃいます。すいません、こことかですね。で、なぜかこの位置変化が消えてしまうという。消した覚えないんですけども、消えてるというですね。これで、こんなに問題ないスケッチになっているはずなんですが、ちょっと押し出せるかやってみますね。フィーチャーの押し出し。うん、大丈夫ですね。で、反転で20ミリ。20ミリですね。20ミリの押し出していきます。はい。で、直径12の穴ですね。こちら、開けていきます。この面にスケッチで、ちょっとこの真ん中にですね、よいしょ、書いていくので、まあ、一本線ここに書いておきまして、中間部分。で、この中間のところに直径12ですね。12と。こちらをサークル線にしていきます。エスケープキーで一回コマンドキャンセルしますね。エスケープキーでコマンドキャンセルしたいんですが、
固まったかな。でも寸法抜けれないな。ちょっと一回この腰元押してみます。はい。あれ、腰元押したら円消えたかな、もしかして。ちょっとすみません。先にこちら、サクズにしておきます、ね。こちら、腰元押したら円がまた消えちゃってるので、よし、これでもう一回付け直します。あれ。これ今どういう現象ですかね。円、確実に書いたつもりが消えているという。ネット回線が遅いからちゃんと更新されないんですかね、これ。書きましたよね。で、戻るボタンは何も押さずにスケジュールをしてるんですけど。これはどういう現象でしょう。ちょっとまたこれグダグダした動画になっていくのは嫌なんですが、もう一回だけやってみましょうか。スケッチ編集入りますね。ありますよね。で、円をここに書きます。で、寸法で12を入れますよね。今、円これありますよね。で、戻るボタンではなくて、スケッチ終了ボタンを押します。確定をします。ない。スケッチがなくなってしまう。ちょっと一回削除します。もう一回書き直します。別のスケッチで。この面にスケッチ。非常に困った現象ですね、また。なんか調子が悪そうだな、また。中間点を認識しなくなりましたもんね。はい。で、スケピキでコマンドキロ。スケピキが効かなくなってるな。しょうがない。そしたらエンコマンドに切り替えまして、こうですね。TT で、こちらを12と。エスケープキーが効かなくなってるの、キーボードの。ちょっとまあ私のパソコンの問題なのかもしれないですけども。これ選択のマウスカーソルに戻す方法。まあ、コマンド解除する方法ですね。もう一回、押すと。よし。もう一回コマンド押すと選択解除する。コマンド解除できるので。これでちょっと今回抜けていきますね。スケッチ終了と。スケッチ自体が消えた。うわー、なぜだ、これ。またグダグダすると思っちゃいません、これ。スケッチ書いてるはずなのに消えます。こっちに入ってるところですか。これ、どうもですね。エンティ転換の話もですね。分離されてしまってますね、5サンション。まあ、これちょっと後で確認したいと思うんですけども。ちょっと更新かけます。ちょっと一回すみません。保存かけて。書いたスケッチ自体が今度消えましたね。スケッチ終了ボタンを押したんですけど、もっと、キャンセルボタンを押した覚えはなかったんですけど、もう一回いきます。これまたなんかちょっとグダグダした動画になってしまう可能性あるんですが、こっち認識しましたね、今度。で、エスケープキー。エスケープキーが認識しないと。もう一回コマンドクリックして、ちょっと今回抜けますね。で、12。ちょっと作図線にせずにもうスケッチ終了していきます。こっち私確実に押してますよね。スケッチを確定。ちょっと逆にすみません。戻る。あれ、戻ったのにスケッチがなくなってます。ちょっと一回こうですよね。で、スケッチは終了。これはどういう現象だ。
毎回悩まされるな。まあ一回保存してるともう一回立ち上げ直しますね。で、こういう場合なんかソフト自体立ち上げた方が良さそうで、一回それで閉じます。で、もう一回立ち上げます、ね。今回あんまりグダグダしたと話したくないのですが、まあ、こういう現象あるよ、あったよっていうのも残しておきたいので、ちょっとこのままちょっと編集せずにちょっとやっていきたいと思いますけども、X デザインですね。なんかすごく嫌な現象ですよね。まあ私のやり方が悪いのかもしれないんですけども、こう書いたはずのスケッチが消えてしまうとはですね、5-2 ですよね。あ、これを開くですね。これを開くをしたつもりだったんだけども、こちらを OK ですか。スケッチがどうなってますかね。スケッチやっぱない状態ですかね。こういうスケッチはもう出てきてくればいいんですけど、書いたスケッチ。で、ヨークをダブルクリック。ですね。で、ここの面にスケッチ。ちょっとあんま時間かけてあげないので、ちょっと一回適当な円を描きますね。で、スケッチを終了。あ、大丈夫ですね。じゃあこれ再編集していきまして。直径は12と。こちら。エスケープキーも消える。ちゃんと低くなりましたね。サブルジオメトリにしまして、この時をしながら、この円の中心とこの線。で、中点。ですね。で、スケッチ終了と。でも、スケッチ残りました。まあ、再起動するのが一番なんですかね。こういう時。で、フィーチャーの押し出し。カット。一応こう貫通ですね。このヨークっていう部品だけに提供されますので、まあ、こっちは開かない形ですね。この透明になってますの。はい。で、ヨークの部品のか、あ、すみません。フィレットですね。フィレット入れまして、R4 ですね。R4 がこちらと、こちらと、こちら。こちら。で、OK ですね。ちょっとちゃんとした動画を撮りたいとは思ってたんですが、このヨークの部品作成で、ちょっとつまずいてしまいましたね。で、そのせい、CSV で質問5-2に戻り、ダブルクリックで、トップアセンブリの編集に戻りまして、一回これ保存をかけておきますね。で、それでピンですね。ピンの作成をしていきたいと思いますので、アセンブリの中にある、新しい構成部品を挿入ですね、していきます。こちらからピンですね。あ、すみません、この動画をこの動画からこれ初めて見た方ですね。これ、実際 CSW の試験ですと、アセンブリの問題はアセンブリ部品代、問題であるんですけども、部品データをダウンロードしてですね、アセンブリだけを行うっていうのが、アセンブリの問題になります。モデリングはモデリングで別に作っていくって形になるので、今回私、まあ、制作の今問題解いてるんですが、実際にはと言いますか、実際の試験の場合は、アセンブリする場合は、その部品をダウンロードしてきて行われます。で、ここはですね、まあ、ここに原点でまた合わせていくところもあるんですけど、今回ピンなので、ここにですね、もうちょっと仮に一回円筒を作って、ここでガッチを、かけていこうかなと思ってはいます。なので、ピンダブルクリックしてですね、スケッチで、
あ、そうです。ここの面ですね。この面にスケッチ。で、この原点に直径中にですね、先ほどの穴にはまるものなので、12を一回書いていきます。で、スケッチ終了して、押し出していきます。で、どちらで作っていくかなんですが、まあ、100ミリ押し出していって、距離ガッチなので、ここ60という設定しようかなと思います。なので、こちら、まず100ミリ押し出していきます。で、今度はこの面に、スケッチで、あ、この上を原点にしてもよかったかもしれないですね。今回これで、で、24。で、押し出して20ですね。20。イーチャーの押し出しで、ソリッド。で、反転で、こっちも20ですね。はい。でも、穴も開けていきたいと思いますので、そっか、穴を開けるんだと、まあいいか。まあ、こうして、ここの面にスケッチで、まあ、回転しないようにしなきゃいけないですね。中心合わせるんですと。まず、原点が一回書いちゃいます。こちらを、作図線にしておいて、で、直径5ですかね。で、ここの距離が10ミリですか。よいしょ、10ミリ。で、これ、押し出しカットですね。押し出しで。両方向貫通のカット。で、部品作成は以上ですかね。なので、質問5の2のとこをダブルクリックしまして、ここでちょっと位置合わせていきたいと思います。アセンブリのガッチですね。まあ、ここにデータを、原点を合わせて作っていくと思われたんですけども、今回はピンなので、単純にこの円筒と円筒をこう合わせていけばガッチしていくので、ちょっとやっていこうかなと思ってですね。ちょっと一回パスでキャンセルですね。ちょっと上にドラッグしていきたいと思います。で、ガッチで、この面と、この一番上の面ですかね。この距離。距離が60。と、マイナスですかね。はい。適用して続行で、待って、今こっちが斜めになってますが、面が見づらくなってますけど、この平面と、あとはここの面が平行とか、まあ、ここと一致するところですかね。一致だったんですかね。適用して続行をキャンセルと。そうすると、この穴の位置ですね、ちゃんと揃うと。はい。こちらでいいんではないかなと。一回ちょっと平面表示にしちゃいますね。うん、ここで合ってると思います。ちょっと質量を重心ですね。測っていきたいと思います。こちらから、構成部品で、こちら、アセンブリですね。重心。30-40.16 のマイナス 53.82 で合ってます。はい。答え T ですね。はい。で、今回、まあ今33分ですかね。30分ちょっとなので、まあ一応45分以内では、まあもちろん2回目だ。ですね。あ、OK ですね。ここで完成という形ですかね。はい。まあ、ちょっと分かりやすくです。今回も色つけていきましょうか。いや、良かったですね。今回は、まあ、ある程度スムーズに。で、前回とちょっと色を変えまして、よいしょ。セットで、よいしょ。もう英語になりましたね。今日も使ってないの、これですかね。はい、ちょっと色付けまして、以上にしたいと思います。
はい。それはこちらですね。まあ、再チャレンジした動画になりました。一部ですね、ちょっとスケッチが、消えてしまうっていう、まあ、ハプニングというか、私の操作の問題だったのか、まあ、ネットの回線の問題なのか、ちょっとソフト上のちょっと不安定な不具合なのか、ちょっとわからないですが、まあ、無事に完成の方は、できましたということで、今回動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録、よろしくお願いします。